心の準備に取り掛かる。やっぱり朝はちゃんと余裕を持ってなんて言って、いざ始まるとついていけなかった。負けそうだ、悟ったのかって自分もプラスに考えて、すっかり慣れてしまって、なんなら得意げになって、どっかの鳥の声で現実に戻った。負けそう